ウェストバージニア州フラットウッズの街フラットウッズモンスターは1952年9月12日にアメリカ合衆国ウェストバージニア州のブラックストーン郡フラットウッズの街で UFO と共に目撃されたと言われる有名な宇宙人あるいは未確認生物である。別名はブラックストーン郡のモンスター10フィートモンスター。日本では3メートルの宇宙人の名で知られる。 フラットオッツモンスターは高さ10フィートという驚くべき高さの生物で人間のものではない光る目をした明るい赤い顔のスペードのエースのような形状の頭で明るい緑の衣服を膝状にして腰から吊り下げている短い腕で爪のような手を持ち浮上して動くというウェストバージニア州フラットオッツの1952年9月12日の夕暮れ 燃える物体が空を横切り、エルク川沿いのガサウェイの街の方に落ちていくのが目撃された。保安官、ロバート・カート副保安官バーネル・ロングはこの物体の調査をするために呼び出された。ガサウェイの北西1 0トルほどにあるフラットウッズの街では、夕暮れの7時15分ごろ、エドワードとフレットの名兄弟、及びその友人のトミー・ヘイヤが、 学校の運動場でフットボールをしていたところ、明るい物体が空に見え、地元の農家ベイリー・フィッシャーの所有地の丘の上に着陸するのを見た。少年たちは、名兄弟の母親で、美容師のキャスリーン・メイの家に行き、UFO が丘に墜落したと母親に告げた。名夫人は、懐中電灯を持ち、物体を目撃した少年たちの他に、地元の少年三人、ロニー・シェーバー、 ウェストバージニア州兵の友人、ジーン・レモンとレモンの愛犬を加え、フィッシャーの農場に行き物体のある場所へと向かった。名婦人の家から4分の1マイルばかり進んだところが丘の頂上であった。ここで、名婦人と少年たちは、右手50フィートほどの場所に直径約10フィートの火の玉のような物体が燃えるように輝いているのを見たと言われている。さらに彼らは、 目や鼻を焼くような刺激臭のある霧が漂うことに気づいた。この時、レモンは物体の左手髪型、大きなカシの木の下に二つの小さな光が輝いているのに気づいた。彼が光の方向に懐中電灯を向けたところ、大きな生物がその全貌を表した。10フィートの高さの生物はシュートと音を立て、少年たちに向かい浮上しながら近づいてきた。 一行はパニックになって逃げ出し、丘を駆け下りた。一行は、名婦人の家に逃げ、保安官のロバート・カート、地元神ブラックストンデモクラットの共同車種、エイリー・スチュワートに電話した。スチュワートは目撃した少年たちにインタビューを行い、その後夜、遅く、年長のレモンと共にモンスターを見た場所へ行ってみた。彼は、胸の悪くなるような、焼けつくような、 金属の匂いがまだ立ち込めていたと報じている。カー保安官とロング副保安官は別々に一体を操作したが何にも出会わなかったと報告している。翌朝早くリー・スチュワートはもう一度モンスターの出た丘へ向かい泥の中に2本の輪立ちと黒い液体の跡を発見した。彼はこの丘にこの1年間車両が立ち入ることがなかったことから これらを空飛ぶ円盤の着陸の証拠と報じた。しかし後に、この鉄は地元民のマックスロッカードの乗る1942年型シボレーピックアップトラックの車輪の後であろうという事実が明らかになっている。ロッカードは朝にスチュワートが丘に入る数時間前にモンスターを探しに丘に車で乗り込んでいたのである。モンスターとの遭遇の後、 名婦人と少年たちのうち数人が同じような症状を長い間訴え続けた。生物の発する霧を吸ったためと彼らの考えた症状とは鼻の痛みや喉の腫れなどが含まれていた。周平のレモンは最も症状が重く、嘔吐や夜中の痙攣に悩まされ、数週間後も喉が痛み続けたという。彼らを診療した医者は彼らの症状が マスタードガスの被害者と似ていると語っているが、一方でショッキングな事件やトラウマの残る事件に、遭遇した被害者が起こすヒステリーでも、同様の症状は出ている。実験時に、周辺住民の多くが謎の光点物体を目撃している。目撃者たちの証言によると、UFO は全部で4機か5機が同じ方向に向けて飛行しており、うち1機か2機が空中分解したように見え、 一機か二機が着陸し、一機か二機が墜落したという。UFO は飛行中に事故を生じ、着陸か空中分解、墜落をし、その UFO に登場していた地球外生物がフラットウッジモンスターだったのではないかとしている。超上限象調査団体サイコップのジョー・ニッケルは空中でいくつかに分裂した隕石が空を横切るのを同じ方向に向けて飛ぶ複数の UFO と、 見間違えたのではないかと推測している。事件後、ロサンゼルスの円盤調査団体シビリアン、ソーサー・インベスティゲーションのウィリアム・スミスとドナ・スミスは、同じような現象や関係する現象を体験したという数多くの証人の証言を集めた。ある夫人とその21歳の娘は、9月12日夜の事件の1週間前に、同じような外見の臭い匂い,いの生物に出会ったという。 この遭遇に娘はひどくショックを受け、3週間もクラークスバーグ病院に入院したという。目撃者の一人、友人レモンの母親からは、他に物体が落ちたのとちょうど同じ時刻、家が激しく揺れラジオは45分音が途切れたという証言を得た。教育委員会の委員長は、9月13日の朝6時半に空飛ぶ円盤が飛び立ったのを見たと述べた。 この話は街に広まりヒステリックな騒ぎをもたらした。数日後には全米の新聞紙面、ラジオ、テレビで報道され、地元のみならず全米でもパニックが始まろうとしていた。その年の7月に首都ワシントン DC 上空で謎の飛行物体が相次いで目撃され、全米はその話で持ち切りになったばかりだったからである。街には数千人が見物に訪れた。 9月19日には、ニューヨークのテレビショー、ウィーザ・ピープルで UFO 特集が組まれ、名婦人も出演して、フラットウッズのモンスターが取り上げられ、番組スタッフによって目撃証言から有名なモンスターのイラストが作成された。これに対し、子供たちは隕石の落下を目撃し、その後気落ち地点でアライグマかフクロウか何かの動物の目を見て、 怖くなって逃げ出したのだろうという保安官の推論も取り上げられ、やがて騒ぎは沈静化した。メンフクロウ事件を調査した、超常現象調査団体サイコップのジョー・ニッケルは、9月12日に、複数の目撃者が証言した空中の工程は、おそらく隕石であろうと結論づけている。また赤い光がまたたいていたのは、航空障害等と似ており、 目撃者が見た生物はフクロウに非常に似ているとした。後者二つは通常見間違えないものであるが前者の光る物体を見た後の極度の興奮や不安のために見間違えたのだろうとされた。ニッケルの結論は空軍などによる他の調査結果とも共通している。9月12日の目撃事件の夜、隕石がメリーランド州、ペンシルベニア州。 ウェストバージニア州の3つの州で目撃されていた。これがエルク川の丘への燃える飛行物体の墜落と誤って報告された。またフラットウッズの町の真南にはブラックストンカウンティー空港があり、モンスターの目撃場所の丘からは3つの航空障害等を見ることができるが、目撃者が見た赤い芝叩く光とモンスターの顔の赤色はこれの見間違いではないかと考えられる。 目撃者が述べたモンスターの形、動き、音は、木の枝に止まる綿袋の姿、飛ぶ、際の飛び方、驚いた時の鳴き声と一貫している。調査者たちは、袋の止まる枝の下にあった緑の葉が、モンスターの下半身に見えたのではないかと結論づけている。また目撃者間での、モンスターに腕があったか否かの意見の相違は、キャスリーン名夫人の証言の小さな、 爪のような手が体の前から伸びていたという部分と合わせて、綿袋の木の枝を掴む足の見え方に合致すると結論付けられている。別の推論が地元メディアで取り上げられている。9月12日にモンスターを目撃した集団は隕石の衝突現場に立ち上った煙を人型モンスターと見間違えたというものである。また、名婦人と息子たちは、 政府所有の機密の飛行物体を見たという説もある。フラットウッズの町役場のそばにあるフラットウッズモンスターを模した椅子。観光客を歓迎するために設置されているパニックが収まった後も多くの UFO 研究家らがこの事件を取り上げた。ブラックストン郡出身でウェストバージニア州クラークスバーグの劇場で働いていたグレーベーカーはこの事件に興味を持って資料を集め、 有名になったイラストをもとにモンタージュ写真を作り、翌1953年にオカルト系雑誌、フェイトに記事と共に寄稿した。彼はフラットウッズモンスターの事件をきっかけに UFO や超常現象に関するライターとなり、数十年にわたり執筆を続けた。今日では、グレーベーカーは、 UFO 雑誌を発行していた団体の会長が突然 UFO から手を引いた出来事をきっかけに彼らは空飛ぶ円盤を知りすぎたを表してメインブラックという存在を UFO 界に紹介したことで知られている。日本でも1 9七十年代のオカルトブームや UFO ブームの際、クレイベーカーが発表した写真とともに三メートルの宇宙人の目撃団が南山広志らの手により テレビ番組や少年向け単行本などの形でルフされた。この結果多くの子供たちに強い印象を残した。特技監督の樋口真嗣はずっと3メートルの宇宙人で通してきたのでフラットウッズの宇宙人という呼び方には馴染めないと述べている。1986年には岡田敏夫らが経営する SF ショップのゼネラルプロダクツがソフビ人形で 3メートルの宇宙人の商品名で商品化した。その他にも日本のガレージキットがキットを出したり、骨格標本のキットを出したりした。アニメやゲームなどの世界において1970年代の UFO ブームの洗礼を受けた世代のクリエイターたちは3メートルの宇宙人を元にしたキャラクターを作品に登場させた。ありがとうございます。